この小説本当にあった話なんですよね。あ、この作者の志島よしのっていう人について検索したら何か出てこないかな。ってここ本当に電波不安定だな。外ではつながっていたけど、まあ検索しても何も出てこないと思うけどね。え？関東大震災や戦争でその後の記録が曖昧なのよ。彼女がどうしていたのかも不明。志島事件。お待たせしてごめんなさいね。おかげさまでお線香もあげられたわ。すいませんね、仏場に部外者は入れられなくてね。桜参りに参加できて光栄でした。ありがとうございました。桜参りはいつ始まったのかは定かではないのです。しかしあの桜が数百年にわたる志島家の歴史を見守ってきたのは事実です。美術の道を極めようとした我々一族のね。これから私が話すことをお二人は証人として聞いてください。お前たちも知っているように、志島桜が咲いたら当主は家のすべてを一人の後継者に譲らなければならない。だが私はこの責務を放棄する。放棄？どういうことです？元をたどれば先代もこのしきたりをやめようとしていたと聞く。改めて私の代で終わりにすることにした。この家は売る。今回が最後の桜参りだ。お前たちの誰一人この屋敷に縛られることなく自由に生きろ。もしかして白骨死体は先代のもの？無論全ての財産は均等に分配する。お前たちがこの屋敷で過ごすのを最後だ。この一晩名残惜しんでやってくれ。志島家の研究はどうなるんですか？不老不死の研究は？家を出て行ったお前に言われる筋合いはないが、形ばかりの研究だ。誰も困らんだろう。この家には時軸、不老の実がありますよね。100年ごとの桜参りで受け継がれてきたという。どこにあるんですか？いい年をしておとぎ話か。隠そうとしたって無駄です。死んだ母さんから聞きました。不老の実、時軸はおそらくテロメアやその他の DNA を修復する機能を持っているんでしょう。それがあれば多くの人が救える。俺はそのために今日ここへ来たんだ。不老の実って、そんなものが本当にあるのか、この家に？私は何も知らない。とぼけないでください。あなたが時軸を使えば母さんは救えたかもしれないんだ。本当に不老の実はあるのかも。俺はその果実を研究して未来の医療に役立てたいんです。ありか教えてください。いいか、人の命を救うことと本来あるべき命のあり方を変えることとは違う。万物は全て移ろいゆき、命をつなぎやがて滅びる。我々は先人の思いを胸に限りある日々をつつましく生き、その記憶だけを抱えて死ぬべきなのだ。オールライジ。家を出たお前に通す筋はない。しかしこの家を始末するにあたっては、
通すべき筋はある。あの白骨死体は志島の人間が始末せなばな。ええ、そこで私の出番がやってきたというわけです。彼は探偵だ。白骨死体のニュースを見て真っ先に連絡をしてきたのだ。警察は当てにならんからな。探偵？はじめまして。私のことは西成誠とでも呼んでください。西成誠？研究して医療の未来に役立てたい、そうおっしゃいましたね。本当にそうでしょうか。亡くなったお母様を利用してご主人に異種返しをしたいだけなので。違う。ではお母様を持ち出す必要はなかったでしょう。さて、私がここに来た理由をお話ししましょう。大正11年、今からちょうど100年前、志島家はある事件に見舞われた。だがそれだけじゃない。私が調べた限り他にも複数の事件が志島家の周辺で起こっている。そう、志島家の周りでは人が死にすぎている。私はそれを調査しに来たのですが、100年越しの謎を解くために。私は今日この志島家に決着をつけるつもりでいる。そのために彼に調査を依頼した。それと香上さん。はい。多くの誤解が残されたまま志島家を終わらせるのは忍びない。正しい形であれば世に出すことは構いません。くれぐれもしっかり取材してください。全力を尽くします。よろしく作家さん。よろしく、探偵さん。失礼します。皆様、お茶をお持ちしました。お待ちください、私が継ぎましょう。おいおい、どうして。たった今お話ししたでしょう。志島の家では人が死にすぎている。私はそれを止めに来たのですよ。あんた、まさか毒でも疑ってんのか。待ってください。それなら私も手伝います。好きにしたまえ。お前たち全員がこの家に揃うのもこれが最後だろう。何か言いたいことがある者は話せ。すべて片をつけよう。どうした、終わりの日だというのに。榊の家が滅びたというのに、志島もまたこのような結末になるとはな。榊の家？父さん！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 誰か119番！ここじゃ繋がらない。外でやれば繋がりますね。私がかけて。大丈夫だ。何バカなこと言ってんだ。とにかく枠の体勢に。待って、弥生さん。
触らない方がいいかもしれない。それより横になれるようにどこかにお布団用意できますか。寝室に。お願いします。わかりました。お待ちください。病院へは私から連絡しておきました。それより毒？間違いない、ヒ素の類でしょう。じゃああんたが。いえ、先ほどきちんと見ましたけど湯飲みには何も入っていませんでした。私も隣で確認している。ならば可能性は一つです。そもそもの急須に入っていた。そんな、私は何も。決めつけるの早い。弥生さん、このお茶はどこから。台所です。いつも使っているものでずっと見ていたわけではありませんが。急須に毒を入れたということは全員に毒を飲ませようとしたんでしょうか。新たな殺人事件。誰もこの家から出てはなりません。まだ死んでないだろう。落ち着きたまえ。改めてお伝えします。これは事件です。それから玄関にこちらが。また赤い椿。赤い椿。まずは医者の到着を待ちましょう。犯人の目星はつきましたから。犯人が分かってるんですか。ご主人を部屋へお願いします。もう一度言います。誰もこの家から出してはいけません。いいですね。いつになったら医者が来るんだ。あの探偵もまだ帰ってこない。どうしたんだろう。和永さんもさっきからうろうろして。私からも病院に電話をしてみるわ。毒、解毒剤のようなものがあればいいんだが。あの探偵はヒ素だと言っていましたけど。どうだろうな。ヒ素は無味無臭の物質だ。そんな舐めたくらいで分かるようなもんじゃないと思うけど。毒物の正体も気になりますけど、犯行の手口も気になりますね。あのお茶を注いだのは遥さんだよな。本当に湯飲みに毒は入ってなかったのか。綺麗に磨かれていましたし、粉のようなものはついていなかったと思います。ならやはり毒は大元の茶に。だとすると無差別殺人。俺たち全員を殺すつもりだったのか。良英さんに毒を飲ませる確実な方法があったはず。例えば毎日の習慣、行動パターン、しじま家ならではの決め事、ルール、そういうものがもしあるのならば、それを利用して良英さんだけに毒を飲ませることも可能じゃないかと。うちならではのルール。そういうことか。分かったのか。
英二さん、広間で良英さんを待っているとき、良英さんが来て着席してから座っていましたよね。ああ。それに桜参りのとき、良英さんが一礼してから皆が頭を下げていました。ああ。それですよ。志島家で皆が集まって何かをするとき、まず最初に良英さんがやり、皆がその後に続く。お茶を飲むのもまず良英さんから。そういうルールだったんじゃないですか。うん。昔からの決まりなんだ。もし犯人がそのことを知っていたら、急須のお茶に毒を入れても問題ない。まず最初にお茶を飲むのは良英さんなんだから。他にも毒を飲んでしまう人がいるかもしれないけれど、少なくとも良英さんは確実に飲むことになる。やっぱり親父は誰かに狙われたんだな。切り落とされたばかりでまだ新しい。一体誰が。気になりますか、それ。そういえばお前さっきこの花見て驚いてたよな。赤椿、その花は志島と因縁があります。父さんは口が固いから自分で調べたんだ。教えてください。今から100年前、いくつかの殺人事件が起こった記録が残っています。でも詳細までは分かりませんでした。それから関東大震災や大戦を挟み、志島家の歴史に再び赤椿が姿を現すのは昭和47年、1972年のことです。今からちょうど50年前ですね。父良英の一人目の弟が大学の冬休みの登山中に滑落して死亡しました。一人で登っていたため発見が遅れ死に至ったそうですが、現場には辺りには咲いていない赤い椿が落ちていたそうです。次の事件が起きるのは1982年、父良英の年の離れた弟が死亡する事件が起きました。大学からの帰り道に飲んでいたジュースの中に農薬が混入されていたそうです。その現場にもまるで誰かが手向けたかのように赤い椿が一つ。82年、ちょうどその頃毒入りジュースなどの事件が立て続けに起こっていますね。しかもその多くが未解決のまま。そのうちの一つとして処理されたんでしょう。10年ごとに事件が起きて、現場には必ず赤い椿が落ちている。その後も10年ごとに事件が起こったんですか。はい、以降もうちに縁のある者の不幸が10年ごとに繰り返され、残ったのは僕たちだけ。志島家は呪われているのかも。偶然にしては出来すぎですね。兄さん覚えてる、10年前、母さんが亡くなった時、献花の中に差出人不明の椿が混じっていたこと。ああ、赤い椿は志島にとってそういった花なんです。桜参りのこの日にまた実物を目にすることになるなんて。赤椿。あなたは本物の西森誠を生み出した方だ。何か思いつくことがあったら教えてください。赤い椿には何か意味がありそうだけど。はい、今病院に連絡がつながったのだけれど、土砂崩れが起きて麓に降りる途中の道が埋まってるそうで、何とかして来られないかって頼んだんですけど、今日いっぱいは難しいだろうと。じゃあさっきあの探偵が連絡した医者もきっと。大変です。大変なことになりました。
さんに続いて何なんだ。何かあったんですか。そうか、あなたはずっと外にいたから先ほど倒れたんです。旦那様が。今はお部屋で弥生さんが見てくれています。気づかなかったんですね。いや、全く。そんな時にこんな。ああ、警察呼びましょう。私に連絡してきます。親父に毒を持った犯人と同じなのだろうか。一体誰が。犯人を見つければ毒が特定できて親父を助けられるかもしれない。でもあの土砂崩れだと医者も警察もすぐには来られない。犯人の目星をつけたという探偵は殺された。なあ、遥さん。まあ、だいたい察しはつくけど。責任は俺が取る。頼む、犯人を見つけ出してくれ。やるしかないですね。こんな状況ですし、良英さんの命もかかってますから。何でも言ってくれ。でも警察が来る前に勝手に触っちゃダメなんじゃ。三つ則の言うことは正しい。でも親父にもらわれた毒の特定を急ぎたいんだ。分かった。じゃあ僕と陽子さんは先に父さんのところに戻ってるよ。ひどい血の匂いだ。これは刀がかなり深く突き刺さってる。客間に飾られてた刀と一緒かな。柄の部分が特徴的だから間違いないですね。でもなんでこんな、まるで見せしめみたい。いや、かなり深いな。15、いや20センチくらいは刺さってる。犯人は相当な力のあるやつだ。うっすら死斑が出てますね。体温は下がってきてるけど死後硬直はまだ始まっていない。死後 1,2 時間程度ってところか。今が午後2時30分。私たちが最後にこの探偵を見たのが午後1時だから、殺害時刻は午後1時から1時半の間。後頭部を殴られてるな。出血してる。犯人はまず後頭部を何かで殴って、その後刀で胸を刺した。警察だったらもっと分かることがあるんでしょうけど。警察も救急車もしばらくは来られないだろうな。下の道が復旧しない限りどうにもなりませんね。誰？どうしたの？何か物音が聞こえたような気がして。この辺りは動物もたくさんいますからね。ん？なんでこの辺りは濡れてるんだ？誰か水でもやったのかな？何かを流した？足跡とか。いや、わからないな。家の人間に見られるリスクを冒してまで刀を客間から取ってくる理由はない。つまり犯人はこのお屋敷の中にいる誰か。探偵は電話をかけに行った後犯人に気づいた様子だった。それで慌てて殺した可能性もある。一旦戻ろう。一度情報整理したい。
ひとまずアリバイを精査しよう。まず時間を整理します。私たちが広間に集まったのはお昼の12時。午後1時頃良英さんは倒れて会合は中断。西丸を名乗る探偵は外へ。そして1時半までの間に犯人は探偵を昏倒させ刀で刺したと思われます。広間から現場までは往復で5分くらいかかるから、犯行時間を含めると15分くらいは必要だな、うん、その時に外に出ていた人はいなかったか。つまり午後1時からのみんなのアリバイを確認すればいいのね。俺たちはずっと一緒にいたから覗いていいだろう。同じく倒れていた良英さんも。となると陽子さん、和永さん、光則さん、弥生さん、草刈さん、この5人が候補ってことですね。じゃあここは2人に任せて、私は良英さんの様子を見てくるわ。お願いします。英二さん、遥の助けになってあげてください。2人ならきっと真相にたどり着けるはず。任せてください。よろしく頼む。あの探偵が殺されたって本当なのか？うん、ひどいありさまだった。親父に続いて一体何が起きてんだよ。それを今から調べたいんです。俺たちは容疑者か？あくまで可能性です。どうかご協力お願いします。論理の道がつながりましたって言ってくれ。話は早いのにね。では午後1時から1時半までの30分間のことを聞かせてください。まず陽子さん、いかがでしょう？何も手につかなくて、私からも病院に電話をしようと思って玄関まで出たの。そしたらめまいがしてきて、しばらく玄関に座り込んでたわ。少し休んでいたら収まってきたから一度部屋に戻ったの。それは何時頃ですか？ちょうど1時半頃ね。残念ながら1時頃からさっきまで誰とも会っていないからアリバイはないけれど。部屋に戻った時に何か気づいたことはありませんか？あ、そういえば音が。音？気分が悪くて窓を開けていたのよ。そしたらゴッゴッって、あれ何かしら、遠くの方で物がぶつかるような音が何度か聞こえたような気がするのよ。音ですか？そういえば被害者の胸には刀が刺さっていた。何か心当たりでも？いえ、今のところ。貴重なお話ありがとうございます。風間兄さんはどうですか？1時から1時半までの間ずっと家の中にいたよ。何をされてたんですか？英二の言ってた時軸ってやつを探してたんだよ。親父が倒れたってのに。親父が倒れてんのに探偵ごっこしてるお前に言われたくないね。だいたい俺には無理だよ。だって玄関には陽子さんがいたんだろ。じゃあ外には出られなかったはずだ。確かに誰も通っていません。でも勝手口があります。そこから出たということは。俺の足でかくてね、あいにく勝手口には俺に合うサイズの外履きは置いてない。あらかじめ勝手口に靴を持っていっていたとも考えられます。君俺のこと嫌いでしょ？いえ、とんでも。いいか、陽子さんがずっと玄関にいるなんて事前に予測できたことじゃない。それなのにわざわざ靴を勝手口に移動させたっていうのか。確かに。でもまだ何か言いたいのか？嘘ではなさそうですね。そなんか言ってない。分かったよ。最後に光則は？僕はずっと父さんの部屋で付き添ってたよ。良英さんはずっと意識がない状態でした。つまり
アリバイはないということですね。そういうことになります。でも僕には無理なんです。昔スキーで大きな怪我をしてこっちの腕の腱を切ったんです。だから重たいものは持てないし、あんな風に刀を突き立てるなんてできません。じゃあ犯行は難しいか。もういいだろ。俺たちよりずっと姿を見なかった草刈さんの方が怪しいんじゃないか。電話は繋がったんですが、警察の方も道路が復旧するまではとても行けないので待てと。私たちだけで何とかしなきゃいけないってことですね。草刈さん、一ついいですか。ええ、あの探偵が殺された木の周りが濡れていたんですが、今日ホースって使いました？いや、使ってませんが。じゃあ一体誰が。草刈さん、良英さんが倒れた後何をしていたか教えていただけませんか。庭の手入れをしていました。その間に誰かに会ったり何か変わったことはありませんでしたか。今日は旦那様に身内とお客様だけで話をするので屋敷には立ち入らないよう言われてました。なので誰にも会っていません。変わったこと、あ、そういえば蔵に道具を取りに行った時にロープが一束なくなっていました。ロープ？確かになくなってたんです。切った枝を束ねたりするのに使うんですが、ロープなんて盗んでどうするつもりだったのか。他になくなっていたものは？ロープだけだったと思います。わかりました。ちなみにこの屋敷で赤い椿が咲いているところってどこにありますか？この家に椿はないんです。え？旦那様がいい顔なさらないもので。そうですか、ありがとうございます。弥生さんはどうですか？あ、私は旦那様が倒れて驚いて、でも今夜の食事のご用意をしなければならないので台所に戻りました。人数も多くいらっしゃいますので今から仕込まないと間に合いませんから。それに醤油を切らしていたので午後2時くらいに蔵に行きました。食料はいつも蔵に？調味料はまとめて買い置きしてあるんです。野菜や肉は3日前に届けてもらっていたのですが、調味料が消えていたことをすっかり忘れてまして。届けてもらってる。私もこんな年ですから食料品は1週間に一度麓から届けてもらっているんです。蔵と探偵が殺された木は近いですよね。その時遺体は？わかりません。あったかどうか、目が悪いもので。そもそも弥生さんには刀を突き刺す力はないだろう。お役に立てず申し訳ございません。いえ、ありがとうございます。お二人はもう大丈夫です。何か変な匂いがしませんか？匂い？空のポリタンクが。私取ってきます。じゃあ俺も行く。あったあった。
やめとこ。灯油じゃない。水？お願いします、はい、皆さん危ないんでここは私が。今度は坊や兄さん、そこのトイレでタバコ吸ってたろ。いや悪いよ、わざとじゃねえぞ。誰が自分の時間に好き好んで火つけるっつうんだよ。何にせよいち早く気づいてくれた弥生さんに感謝ですね。草刈さん、悪い、片付けといて。お願いします。弥生さん、はい、このポリタンクって最近使いました？私は使ってませんけど。草刈さんは？私も使った覚えはないです。そうですか、ありがとうございます。なんで濡れてたんだろう。桜の花びら？あのポリタンクが濡れてたんです。だから何？今そんなことどうでもいいだろう。何か気になることでも？木の幹に持たせかけられていた。一体どれだけの力があればあんな風に刀を刺せるんだ。必ずトリックがあるはず。そして犯人を特定する手がかりも。
Thank you.
まとめてみよう。数々の謎のうち、まず注目すべき重要なポイントは、ロジックが整ったようだね。はい、トリックを暴く答えはこの仮説の中にある。警察が来るまで時間がかかりそうですが、皆さんここにいてください。素人探偵さん、タバコぐらい吸いに行かせてもらえませんかね。兄さん、そんな吸ってると寿命縮めますよ。後でいいでしょう。はいはい、承知いたしました。皆さんがここにいてほしいのは、この中に犯人がいるかもしれないからです。私の推理が正しければ。ほう、聞いてやるとするか。警察が来るまでの暇つぶしにね。では順を追ってお話しします。殺害されたのは西森誠を名乗る探偵。蔵の近くの木の根元で亡くなっていました。その胸には刀が深々と。これは一体どういうことなのか、かなりの力で押し込まないとああはなりません。犯人は男性ってこと？そうは言っていません。どう考えてもそう言ってるだろう。僕たち3人の中の誰かが犯人ってことですか？私は犯人などではありませんよ。犯人は男性3人のどなたでもないと思います。その根拠は？まず三則さん、彼が犯人でない理由は？あなたは昔スキーで右腕の腱を切ってしまい、それ以来重たいものを持てなくなったとおっしゃっていました。だから三則さんには刀を深く突き刺すことは難しいと思います。ただ今更だけど、お前その怪我って治ったりしてないよな。兄さん、僕を疑うの？やっと治ってこれなんだ。診断書だってある。次に草刈さん。草刈さんは今日ずっと庭の手入れをしていたそうです。つまりこのお屋敷には入っていない。客間の刀を持ち出す機会もなかったんです。でも人目に触れず客間に入ることはできたんじゃないか？それは考えられません。なぜなら、昼の会合が切り上げられたことを外にいた草刈さんは知りようがありません。草刈さんはみんなが集まって話をしてたと思っていたわけです。客間に入るには広間の前を通らなければならない。
気づかれるリスクも高いのに、わざわざ客間の刀を持ち出そうなんて考えるはずがありません。そうですよ。断じて私ではありません。信じてくださいよ。最後に和永さん。和永さんは犯行時刻の1時からの30分の間、この屋敷から出ていません。この時間陽子さんは玄関にいて、人の出入りはなかったとおっしゃっていました。玄関からは縁側も見えますし、出ていく人がいればすぐに気がつくでしょう。勝手口から出たということは？確かに勝手口には誰の目もありませんでした。犯人がこっそり外に出ていくとしたら勝手口からでしょう。でも和永さんは外に出ていない。どうして言い切れるの？それは和永さんの足を見るとものすごく大きいんです。勝手口を出たところの通路はぬかるんでいて、靴を履こうが裸足だろうが必ず足跡がつきます。でも特大サイズの足跡は一つもありませんでした。あんたなかなかやるじゃないか。初めてお褒めいただき光栄です。じゃあ一体犯人は誰なんです？俺と遥さんと明さんはずっと一緒にいて、互いを監視する状態であった。弥生さんも木に刀を突き刺せたとはとても思いません。つまりその年齢的に。え、まさか私じゃありません。陽子さんが犯人なら、人が一番通りそうな玄関にいたと証言するのは不自然です。もし誰か一人でも通っていたら証言に矛盾が生じてしまいます。じゃあこの中に犯人はいないってことですか？いいえ、一人だけ事件を起こせた人がいるんです。ボヤ騒ぎの時のポリタンク。これはどこにでもある普通のポリタンクです。犯人はこのポリタンクを犯行に使用した。ここについてる花びらが証拠です。まだ新しいわね。散ったばかり？このポリタンクは犯行現場で使われ、その後勝手口に戻されたんです。ぼや騒ぎでこれを取りに行った時、すでに内側が濡れていました。そういえばあの木の周りも何かが巻かれたみたいに濡れてたな。大事なのはそこです。このポリタンクの内側が濡れていたということは、犯人はこのポリタンクに水を入れた。犯行現場の近くにあった水道のホースで。何のために？犯行に不可欠なあることをするために。それは事件前後になぜか蔵からなくなっていたものがありましたよね、草刈さん。ロープです。犯人はあらかじめ空のポリタンクとロープを結んで、その後ポリタンクに水を入れた。そして振り子にしたんです。そういうことか。犯人は被害者を殴って昏倒させ、木に寄りかからせて胸に刀を突き立てた。その状態で振り子を使って刀を木に打ち込んだんです。金をつく要領だな。それなら腕力がなくても刀を打ち込むことが十分にできるってわけだ。でも仮にそんなことができたとしても、実際にそうしたかどうかは分かりませんよね。実際にそうしたんですよ。ある方の発言がヒントになりました。その発言とは、
陽子さんは何か物がぶつかった音を何度も聞いたと言っていましたよね。あれは振り子で刀を打ちつけた音だったんでしょう。そういうこと。殺害後はポリタンクの水を捨てロープをほどき、木に垂れ下がったロープも外した。このトリックを使ったと仮定すると、力がなくても刀を深く突き立てることができます。これによって再び浮上してくる容疑者が2人。犯人はある致命的なミスをしています。ではどちらが犯人なのか。犯人は三則さん、あなたです。あなたはスキーの怪我が原因で重たいものが持てない、それを逆手に取ってこのトリックを使ったんです。自分を容疑から外すために。無理です。え？確かにそのトリックを使えば力がなくても刀を木に深く突き立てることができるかもしれません。でも僕にはその振り子すら動かせないんです。いや、でも頑張ればなんとか。だったら診断書をお見せしましょうか。振り子を持ち上げることも、重たいポリタンクを傾けて水を捨てることも僕の力ではできない。調べたらすぐにバレるような嘘をつくようなやつじゃない。本当に無理なんだろ。やめだやめだ。間違った推理に付き合っていられるほど暇じゃないんだよ。すみません、もう一度考え直しますから。ごめんなさいね。あとは警察を待ちましょう。え、ちょっと、あ、あかりさん。あ、ね、さかりさん。あ、結局私は犯人を突き止めることができませんでした。陽子さんは何か物がぶつかった音を何度も聞いたと言っていましたよね。あれは振り子で刀を打ちつけた音だったんでしょう。そういうこと。殺害後はポリタンクの水を捨てロープをほどき、木に垂れ下がったロープも外した。このトリックを使ったと仮定すると、力がなくても刀を深く突き立てることができます。これによって
再び浮上してくる容疑者が2人。犯人はある致命的なミスをしています。ではどちらが犯人なのか。このトリックを使う理由があり、同時に行うことができたのは、弥生さん、あなただけということになります。弥生さん、いかがでしょう。私が疑われるだろうとは思ってました。でも遥さん、あなたの推理は憶測だらけです。草刈さんは昼の会合が打ち切られるのを知らなかった。だから見つかるリスクを冒して客間から刀を持ち出すはずがないとあなたは言いました。でもたまたま庭から会が終わるのを見たのかもしれません。陽子様は犯行時刻にずっと玄関にいらっしゃったとのことですが、それを証明できるのは陽子様ご本人しかおりません。道則さんの腕のことも本当かどうか怪しいものです。疑わしいという理由で犯人呼ばわりされるのは困ります。おっしゃる通りです。でもやっぱり私はあなたが犯人だと思うんです。なぜならあなたの証言に決定的な矛盾があったから。何ですか。ぼや騒ぎの時にあなたは言いましたよね。何か変な匂いがしませんかと。匂いにはかなり敏感なようですね。はい、鼻だけはいいんです。もうあちこち具合が悪いんですけど。だとしたら変なんです。あなたの証言の中におかしなところが。わからないわ。それは午後2時ごろあなたは蔵へ行ったが死体には気づかなかった、そうおっしゃいましたよね。先ほども言いましたが、見たかどうか目が悪いので分かりませんでした。見たかどうかは関係ないんです。弥生さんにはあることで気がつくことができたんです。匂い。そうです。事件が起きたのは午後1時から30分の間、そのすぐ後の2時ごろ、あなたはあの木のすぐそばを通って蔵へ行きました。だとしたら必ず嗅いでいたはずなんです。遺体から漂う血の匂いを。ひどい血の匂いだ。そして気づいたらすぐに知らせたはずです。でもあなたはそうはしなかった。なぜなら弥生さん、あなたが犯人だからです。違いますか。弥生さん。後悔はしていません。私は昔あの探偵のせいで大切な人を失いました。
様、お茶をお持ちしました。もう忘れかけていたあの夜の、あの日から今日までに募った思いが私を動かしたんです。勝手知ったる屋敷ですから、仕掛けの用意は造作もありませんでした。歩いてきたあの男を落ちていた石で殴りつけ、教えていただけませんか。失った大切な方ってどなたなんですか。やっと恨みを晴らせました。お若いあなたたちには決して理解できないことでしょうけど、親父の湯飲みに毒を入れたのもあなたなんですか。答えてくれ。親父が飲んだのは本当にヒ素なのか、解毒剤は。私にお答えできることはありません。ふざけるな！お前がやったんなら分かるだろう。答えても無駄って。は？こんなやつさっさと警察突き出せよ。でもまだ警察は来られないって。それまで蔵にでも閉じ込めておけばいいんだ。ほっといて何されるか分かったもんじゃないしな。私は構いません。
Thank you.